ヒバラ湖でワカサギをたくさん釣る方法を教えてください。ヒバラ湖でワカサギをたくさん釣るためには以下のような方法があります。 1. 魚影を探す。まずはワカサギの群れがいる場所を探します。そのためには魚群探知機や探魚機を使用すると良いでしょう。また他の釣り人が集まっている場所もヒントになります。 2. 餌を用意する。ワカサギは小型の魚類を主に食べるため、小型のエビや小魚を使った餌が効果的です。またワカサギ釣りに特化した専用の餌も販売されています。 3. 釣り方を工夫する。ワカサギは活発な魚種であるため釣り方も工夫が必要です。仕掛けを浮かせたりジグヘッドを使ったりすると良いでしょう。また釣り方や仕掛けは水深や天候によって変える必要があるため、状況に応じて試行錯誤しましょう。 4. 群れに近づく。ワカサギは群れで行動するため、一度見つけた魚影に近づくことが重要です。群れに近づいたら仕掛けを浮かせたり動かしたりすることで反応を誘いましょう。以上の方法を試してみると、ヒバラ湖でワカサギをたくさん釣ることができるかもしれません。ただし釣りの際には必ずルールやマナーを守り、周りの自然環境に配慮するようにしましょう。ワカサギが魚探にたくさん映るのですが釣れません。釣り方を教えてください。ワカサギが魚探に映るのに釣れない場合、釣り方を工夫する必要があります。以下にワカサギ釣りの基本的な釣り方とコツをいくつか紹介します。 1. 餌の選び方。ワカサギは小型の魚類を主に食べるため、小型のエビや小魚を使った餌が効果的です。またワカサギ釣りに特化した専用の餌も販売されています。餌を交換したり釣れる餌を試したりすることで反応も得られるかもしれません。 2. 釣り方の工夫。ワカサギは活発な魚種であるため釣り方も工夫が必要です。仕掛けを浮かせたりジグヘッドを使ったりすると良いでしょう。またワカサギは流れに乗って餌を追うことが多いため、仕掛けを動かすことも効果的です。反応がない場合は仕掛けの深さを変えたり餌の動き方を変えたりすると良いかもしれません。 3. 魚影の中心に仕掛けを投入する。魚探で魚影を確認したら魚影の中心に仕掛けを投入するようにしましょう。魚影の外側に仕掛けを投げてもワカサギは反応しないことが多いため、中心に投入することが大切です。 4.しゃくる方のコツ。ワカサギ釣りでは仕掛けをしゃくることが大切です。しゃくるときは仕掛けをゆっくりと引っ張り、少し停止させたり細かくしゃくってみたりすると良いでしょう。またしゃくる感覚や強さを変えることで反応が得られるかもしれません。これらのポイントを参考にして釣り方を工夫してみてください。また釣り方によってはワカサギが反応しない場合もあります。その場合は釣り方を変えるか別の場所で釣りをするなどしてみると良いでしょう。ビンビンヒバラコ。